大天使っていう部分ですね。どうも、ママのこれからを美しく、ミパパです。今回なんですけども、こちらです。まあね、スキニーとかですね、ちょっとタイトめなものを履いた時に出っ張る大天使っていう部分ですね。この出っ張りを回転する方をお伝えさせていただきます。太ももの骨の外側にある出っ張った部分を大天使と呼びます。学生の頃はスカートが多い、無意識に足を閉じるような座り方となり、内股が癖になっています。その影響で骨盤の穴から少しずつ太ももの骨がずれちゃってます。股関節がずれちゃってます。さらに足を組んだりするとより大天使が飛び出てしまいます。改善するための今回のポイントは2つです。ポイント1つ目、骨盤の穴の中で太ももの骨をきれいに動かしましょう。内股になった時も骨盤の中で綺麗に太ももが動くと問題ないです。股関節がずれない位置でエクササイズをしていきます。ポイント2つ目、内向きになっている太ももを外向きに戻します。その時に必要なのがお尻の筋肉です。大天使が出っ張る方はお尻の筋肉が弱くなっているのでしっかり使っていきましょう。それでは一緒にやっていきます。レッツトライ!じゃあですね、まずはお姉さん座りをしていきます。こんな感じで90度になるような感じですね、座っていただいて、前にこう土下座じゃないですけど、ちょっと前に行きまして、斜めに同じパズじゃなくてですね、ちょっとねずらしながら行って、少しずつですね、お尻のストレッチをちょっと兼ねながら行きます。一番ねじる時がお尻にストレッチかかっていくような感じですね。これから動かしていくので、少しねお尻の筋肉にちょっと刺激を入れていきます。じゃあ反対側も入れて替えていただいて動かします。ギュッとちょっと伸びれば OK です。まあ、すんごい伸ばすっていうよりも、これから動かしやすくなるようにですね、ちょっとお尻の後ろ側に少し伸び感を出していくような感じで、もう自分が好きなようにバウンドしていただいて大丈夫です。よし、お姉さん座りしながら前に倒れてバウンドしていくような感じですね。はい、OK です。そしたらですね、手を後ろについていただいて、膝を立てて足をね、こうねじっていくような動きをしていきます。で、この時に大事になってくるのが、この内側にねじる方ですね。内側にねじる方が自分の股関節よりも内側、骨盤よりも内側に入っちゃうと出っ張っちゃいます。大天使出っ張ってしまうので、必ず骨盤の真下、自分のお尻に真下、そして横側が出っ張ってない、へこんでる状態をしっかり意識しながら動かしてあげてください。内側に倒れすぎちゃうと、これ出っ張ってます、出っ張ってますんで、必ず骨盤より真下に膝が来るようにしてあげると、お尻の横がねキュッキュッとしてきませんか。キュッキュッとなってたら OK です。こうなるとね、伸びてる感じで、ね、伸びちゃいけないです。中にギューッとなってる感じが出てくると大天使がねへこんでいきます。しっかり動かしていきましょう。よいしょ、はい、よし、はい、繰り返します。OK です。そしたらですね、今度上向きに寝ていきます。上向きに寝ていただいたらですね、片膝曲げてもらって横に倒します。倒した状態のまま膝の曲げ伸ばしをしていくような動きになります。足を開くことによってですね、太ももが骨盤の穴の中にねカポッとしっかり入ります。なので今大天使が出っ張らない状態を作ってます。その状態で足を伸ばしたり曲げたりしてあげる感じですね。これが内側に倒れちゃってると出っ張っちゃうんですよね。なので出っ張ってない状態を使って、出っ張ってない状態を作りながらしっかり動かしていきます。そうするとね、お尻の奥の方が意識できている方、ちょっとなんかキュッとなっている感じが出てきます。これが膝が立ってきちゃったりするとちょっと出にくくなってしまうので、気持ち足を開くような意識をしながら膝の曲げ伸ばしをねしてみていただくと、なんか奥の方もジーンときてませんか。それはね、大天使がはまり込んでいってる証拠です。しっかり動かしていきましょう。はい、OK です。じゃあね、戻していただいて、反対の足も同じようにして、膝立てていただいて横に足を開いていきます。その状態から膝の曲げ伸ばしです。この時もね、伸ばしきった時につま先が内側に向いちゃうとちょっと出っ張りやすくなっていくので、もう一度外向きを常に意識しながら、骨盤の穴の中に太ももの骨をねはめ込んだまま動かしていくような状態です。そしてしっかりはめ込んだままの状態で動かすことによって、終わってからもねすっきりしやすい状態を作ることができますんで、ぜひですね、やった後と、やる前とやった後、ぜひ比べていただきたいなと思います。尻の横ね、
キューッと力を感じながら曲げ伸ばししていきましょう。気持ち自分の中では膝を少し外に開いているような意識をしていただくと、なんとも言えないね、お尻の奥の方がギューッとなっている状態を作ることができます。さあもうちょっといいですよ。はい、OK。 そしたらそのままうつ伏せになっていきましょう。うつ伏せになっていただいたら片方の膝を曲げます。このままつま先を浮かせるように足上げていきます。ギューッとして、そうするとまた足の付け根、大天使のあたりがギュッとなりません、ね、これもし腰がキュッとなってしまっている方は膝上げすぎになるので、ちょっと膝下げ気味にしてください。お尻の横、ちょうど大天使のあたりですね、足の付け根のあたりがキュッとなっている感じがあれば OK です。で、できるだけ下向いちゃってください。おでこ床につけるぐらいですね。僕ちょっとおでこ床につけちゃうとマイクこもっちゃってあれなので、ちょっと浮かしてるんですけど、できれば寝た状態で、そしてお尻の横の部分ですね、こう繰り返しキュッ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 感じていきます。大天使を出っ張らさせないためのね、筋肉たちが働いてくれるので、しっかりねお尻の横に力を感じていきましょう。はい、 OK です。そしたらですね、反対側です。ここはちょっと一応入れ替わるんですけど、皆さんこのままでやってください。膝を上げてこの状態ですね。で、上げていきましょう。ピッピッ、足の付け根ですね、ここにギュッと力を感じれてれば OK です。ちょっとね、腰に感じちゃう方は膝の位置下げ気味にしてみてください。あとちょっと股関節柔らかすぎちゃう方はすんごいいけるんですけど、ちょっと行き過ぎちゃう場合はですね、無理にねじらなくて大丈夫です。なんとなくお尻の横がね、キュッとなる感じがあれば OK。 感じにくい方はちょっと膝の位置とか下げていただくと少し感覚が出やすくなってきます。ただあんまり下げすぎちゃうとね、ちょっと狙ってるポジションと違うところが効いてくるんですけど、気持ちね、股関節の横に膝が来る感じでやってみてください。どうですか、キュッとなってる感じがあります。なってれば OK ですよ。もう大体へこんでいきます。へこんでいきそうな感じになってますんで、しっかりね筋肉起こしていきましょう。はい、 OK です。そしたらですね、今度四つ這いになっていくんですけど、つま先くっつけていただいて膝開き気味にしていきます。で、この状態で腰を丸めていきます。足を開いた状態で腰を丸めていただくと、お尻の横がキュッとなっていきます。そもそもね、こういった足を開いている状態ですね、足を開くとですね、股関節がしっかりね、骨盤の穴の中に太ももの骨がはまりやすい状態になっていきます。その状態で、ね、動かすことによってね、股関節の正しい位置ここだよーと。しかもね、腰こうやって反りすぎちゃうと太ももって内向いちゃうんですね。ただ今足開いているので、それも起きにくい状態です。しっかり股関節を正しい状態で動かしてあげると、どうですか、お尻の横キュッと来てますね。キュッと来てれば OK ですよ。あまり来ない方はしっかり体を丸めるように意識してみてください。そうするとね、ムンクの先みたいなお尻の横ね、エクボのところがしっかりキューッとなっていきます。はい、 OK です。そしたら最後は横向きになっていきましょう。今散々ね、鼻の中で綺麗に動かしたので、最後固定します。かかとくっつけてつま先開きます。その状態で足浮かせていきましょう。このまま前後運動していきます。で、下の足はしっかりね曲げていただいて、バランス取りになれば太ももを外に回した状態でキックしていきましょう。そうするとお尻の横キュッとしてこないですか。これはね、ずっと今度ね外に回した状態をキープです。大天使はね、内側に向いてしまう、太ももが内側に向いてしまうので、ちょっとね顔出して出っ張ってしまうので、しっかり外に回した状態を形状記憶させてあげるとね、終わったとすっきりしていきます。キープだけでもいいんですけど、まあ、日常生活ね、足動いたりします。歩いてるとね、どうしても足動きますんで、前に行っても後ろに行ってもしっかり筋肉で出っ張らないように修正してくれるっていうね、力をつけていきましょう。はい、 OK です。そして、ね、最後反対の足ですね。反対の足いきましょう。伸ばしてつま先開いて、でこの状態で浮かせて前後キックです。前後キックしていきましょう。お尻の横がね、なんとなくキュッとなってる感じがあれば OK です。小さくていいです。小さくて大きく動きすぎちゃってつま先内向いちゃうとすっきりしてこないです。なのでしっかり外向けた状態をキープしたまま前後に動かすですね。ここはすごく大事になっていきます。で、膝はね、ピンと伸びちゃってません？ちょっと外もも疲れてきてるなとか、背もも疲れてきてるなっていう方いらっしゃいませんか？
その方はね、膝伸びすぎちゃってますね。膝軽く緩めるようにしながら前後キックしてみてください。あれ、つま先内向いてきてませんか？もうちょっと外に回せません？自分が持っているよりもね、外に回せるんですよ。回してください。そうするとお尻がキューッとねきます。そして第一印象あたりもスッキリしていきますので、しっかりその状態で動かしましょう。はーい、 OK です。 OK です。ありがとうございました。というような感じですね。今回やったのは大転子出っ張らせないためにね、骨盤の穴の中で綺麗に太ももを動かす、これがすごく大事です。ずれちゃうんですね。内股に入れてるとずれちゃうので、これをしっかり綺麗に動かすっていうところをやってきました。そして最後は内側に向けてずれているので出っ張っていることが多いので、外向きにした状態をキープすることによって、あなたの大転子をスッキリさせるっていうような内容をやっていたので、1回だけではなくて継続的にやっていくとスッキリしていきますんで、ぜひね継続的にやっていきたいと、やっていただきたいなというふうに思います。ということで今回の内容は以上となります。ぜひ参考になったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。